福地早人は、日本の空手選手、指導員。身長178センチメートル、体重73キログラム。東京都出身。NPO 法人国際空手憲法。連盟白蓮会館所属。YouTuber、東京都墨田区出身。小学1年より空手をはじめ、白蓮会館主催の全日本ジュニア大会で入賞するなど数々の大会で活躍した。その後、 宿徳菅も中学校、高等学校へ進学、空手部に入部。2009年、白蓮会館主催の第25回、全日本空手道選手権大会の一般男子の部、軽量級で準優勝、翌2010年、さらに2011年の同大会では、優勝を飾り、高校生ながら2連覇を達成した。2011年、全日本極新連合会主催の全日本ウエイト制、 大会男子軽量級の部においても優勝した。高校卒業後白連会感想本部へ入門、内弟子入りした。2012年5月27日に行われた新曲新会の第29回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会の男子軽量級の部において多流派ながら優勝した。6月24日に行われた全日本曲新。 連合会主催の全日本英都ト制大会も制止に連覇を達成した。わずか半年の間に3つの団体の空手世界大会に日本代表として出場することが決定した。2017年2月2日、地元である墨田区内にて自身の道場、福地道場をオープンした。ありがとうございます。